はい、皆さんこんにちは。カンガルーファミリーのママです。本日は餃子の王将にやってきました。もう餃子大好きなカンガルーファミリーですので、もうよく来ちゃってます。今日は大盛りのセットがあったので、早速注文してみましたので、ご覧ください。このチャンネルでは4人家族の暮らしのレビューをお届けします。グルメに節約アイデア、 DIY など低コストで楽しく暮らす技が満載です。ぜひチャンネル登録してお楽しみくださいね。はい、ではその大盛りセットがこちらです。メガメニューって書いてありますけども、焼き飯にチャーシュー麺、天津飯とかね、いろいろあるんですが、全てが2倍の大きさになってます。2倍です。大盛りより大きいのでね、どれにしようか迷ったんですけども、なんと欲しいものが全て載ってるものがこちらにあります。はい、メガセット、もう見てください。これ焼き飯に餃子、唐揚げ、サラダにスープ、もう全部ね載ってるんです。しかも大盛りっていうかね、いっぱい載ってるので、単品で頼むよりこちらの方がお安そうなので、もう盛り付けも美味しそうだし、早速こちらを注文します。はい、ちなみにこちらはね、店舗の限定メニューでございます。さらにね、ご当地企画で子供が2人以上のご家庭には餃子のサービスがあります。これで餃子2皿分、440円分ゲットしました。サービスありがとうございます。めっちゃ重いがっつり美味しそう。あと唐揚げに焼き飯ね、美味しそうな姿してます。ということでね、早速食べております。今回家族全員いたのでね、ちょっとずつ欲しいもの食べたりしてシェアもしました。餃子、やっぱりね、餃子ですね。この焦げ目ともちっとした皮、美味しいんですよね。はい、そしてもちろん綺麗に完食です。今日は餃子の王将の店舗オリジナルメニューのメガセットでした。ではまた次の動画でお会いしましょう。